はいそれでは線形台数に「相似と固有空間」ということで解説をしたいと思います <laughs> まずですね相似というのは何かというと A と B という2つの N 字正方行列が相似であるという定義なんですけれどもこれはある生則行列があって B イコール P インバース AP となるというふうに定義しますこれはつまり規定を取り替えると AB の2つの表す位置変換を本質的に同じものとみなすことができる ということを表しています。特に B が対角行列のときは A は対角化できるというのでした。命題として A と B が N 次正方行列で相似であると仮定するとこのときですね、こういう多項式は全く一致するということが一つ分かります。つまり固有値はですね、重複度を含めて等しいということが分かります。それから各固有値に対する AB の固有空間の次元は実は等しくなります。 固有うう空間そのものは一般に異なるんですが固有うう空間の次元が等しくなるということがわかります最初の方の固有多公式については固有多公式の性質のところで見ましたのでこれについては簡単に復習しておくにとどきます基本的にはこの行列式の計算ですね xe というのを p インバース p で挟んでも変わらないということを使って xe-b というのを xe-p インバース ap というのを 一括して P インバースで XE-A を P インバースと P で挟むという形で変形することによって証明したのでしたこの手法はこの後2の説明でも使いますので見ていきましょうまず小位置ラムダを固定して考えます勝手な小位置ラムダを取っていきます B と A は小位置共通していますからどちらも同じ小位置を持っているわけですが P インバース A-LAEP というのはですね先ほどのような変形をすると B-LAE というふうになります このことを使ってですね、固有うう空間が対応するということを見ていきましょう。固有ううベクトルですね。固有ううベクトルが対応するということを見ていきましょう。まず、x、0でないベクトル x が a の固有ベクトルであるということは定義によってこうですね。で、これをまあこのように書き換えることは固有うう多項式のところでも説明しました。a-lambda-ex イコール0ってことですね、これがまあ x のと0で満たすときに固有ベクトルということでした。 で、えー、これをですね、左から P インバースをかけます。えー、かけてもですね、これは同値なんです。なぜならば P インバースは正則ですから、というかまあインバースがある時点で正則ですけども、左から P をかけるとこれ戻りますし、えー、この二つは同値になります。で、ここの X のところですね、えー、P, P かける P インバース X というふうにして、えー、P をこちら側に持ってきます。そうすると、この等式とこの等式は同値ということになります。ですね。X のところを P、P インバース X と書き換えただけですね。 そうすると、ここですね、p インバースカッコ a'ep っていうのは、上で見たように b'e ですから、これは b'ep インバース x イコール0ということになります。つまり、p インバース x は、この等式を満たすということは、b の固有ベクトルであるということになります。もちろん、p インバース x はノットゼロですから、これは完全に同値になるわけですね。つまり、x が a の固有ベクトルであることと、p インバース x、この p はもちろん、この 対角化ではなくて、えー、相似を与えている P ですけれども、P インバース X は B の固有ベクトルであるということは、同値になるわけですね。はい。ということで、A の固有空間のベクトル、あ0ベクトルも含めて、えー、P インバース X、B の固有空間のベクトルとは対応する。つまり、A の固有空間と B の固有空間は1対1に対応するわけです。で、その対応は P,、えー、P インバスをかけるという対応ですから、これはもちろん同型写像ですので、 この同系像によって、この固有空間同士が完全に同型になるということになりますので次元は等しいということが言えるわけです。